はい、どうも皆さんお疲れ様です。サーポンです。サーポンを実況する、コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーマルチプレイフリーホール。今回使う銃はサブマシンガンのラストになります。ブルフロック。まあ見た目ビゾンなんですけども、弾が50発入る頃ね、サブマシンガンを使ってフリーホール1を目指して戦っていきたいと思います。若干威力は低いんですけども、弾数で押し切っていくような、そんな銃なので、使っていきたいと思います。で、パーク構成の方はいつも通り、パークモリモリで今回もいけまーす。パークが、エンジニアとフラジャケ、あとスカベンジャーにアサシンかな。と、あと、ゴーストと忍者つけてきてまーす。あとは、ドットサイトとかアタッチメントをつけて、エイム速度をちょっと上げてんのかな。あぶね。プレゼントだ。マグラム。いいセンスしてるな。後ろ来そう。ここで戦うより、反対側で戦った方が戦いやすい。ここはね、角が多すぎる。向こうに行こうかな。よし。ちょっとね、この銃の特徴としては、威力が若干低いんで、まあ、弾数に物を言わせて押し切っていくような戦い方が一番いいだろうな。奥のやつに取られる。後ろから？後ろから？後ろからこんにちは。痛い！これあっち行ったな。怖え。危ねえ。うまーい。 二丁拳？もしかして。痛い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 。敵の偵わあ、察機複数機いる。いるな、中にな。痛い、打ち負けた。威力がね、やっぱりそんなに高くないんで、そのあたりがちょっとネックだな。上にいるんじゃないか。もう戻ってこない。ここで戦うとね、キル稼げるんだよね。ただ人もいっぱい。人もいっぱい来る。ここはな。まあ、間がちゃんとつかめれば、ここでね、キルは稼げるかな。ね、こんな感じでね、すぐ後ろから来るんですよ。だから立ち回りは、あそこのポジション取るんなら立ち回りがちょっと難しいかな。怖え。痛い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 。まあちょっと敵ね、の偵察機が接近。難しいマップですよ、ここは。よし。いてえ、仲いいのかよ。よーし、当たり。敵のカウンター偵察機が接近。あっぶね。痛い痛い。こっちから来るかな。来ない？いるね。あ、どう来るか。わあ、後ろの人が気になっちゃった、今。上 後空に ろ敵のの人が偵気に察なっ機。ちゃったねー。おお、いい反応。ダイヤモンドメーサー、ゴールドメーサーでじゃないのかな。やるね。レベルが高いぜ、フリーフォール。なんか入ったんじゃない？あー、危ないっす。来るね。あ、左か。左でした。敵のカウンター偵察機が接近。なかなかレベルが高いね。こっち側で戦いたくはないぞ。ケアパケいつ出すかだな、これ。敵の偵察機複数機いる。あー、右見てた。センサーマインを1つ破壊された。エンジニアつけてるね。あ、左いる。
リロード音が聞こえました。頑張れ倒せれ、ある距離よし、距離が離れるとこの銃つれえな、威力低いからな。こういう距離は強いんだろうけど、それでもちょっとつらいな、遭遇戦だ。いい動き、いい動きです。今のはむずかしい。いや、これ難しいですね。ケアパケいつ出そうかな。ショットガンだね。まあ、サブでショットガン持てるんで、そこはね、ちょっと嫌だよね。やっぱりショットガン上手い人が使うと、ほぼほぼメインガンファイター2つ持って、ね、メイン武器2つ持ってんの変わんないから。巡航までいったぞ。これ中は絶対行かない。俺、中は無理。あー、来そう。来そうの予感しかしない。怖い。奥行っちゃったな。中に、ガスマイン仕掛けてんのか。あぶね。巡航行きます。よし。上空に敵の偵察機。レーダー。いやいや、なんてことをした。リロードさして。来るか、来るか。俺にケアパケ。ケアパケくれ。頼む、ケアパケさぞ。いいものを頼むぞ。いらねえいらねえ。よっしゃ、よし、センサー前も当たったぜ。マグナムがいいセンスだよ。いてえ。ラストは RCXD で決めるか。うまくない。何その二丁拳銃。いやー、あっぶね。マグナム強い。マグナム使ってる人多いよね。よっしゃ、いただき。セブテックス頼りになるよね。うまい。何あれ。何使ってんだろう、あの人な。いや、後ろの人にやられたな。あー、危ないっす。いってー。3点取れば勝ちだけど、ラスト RCXD とか余裕かましてる場合じゃないな。真剣に3点取りいかないとダメだ。よし、うわー何も見えねえ。あと2点か。ここで取れればいけるぞ。あと1点。こいこい。よーし。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回はビゾン使っていってましたけど、この人うまかったね、二丁拳銃。すごいね。マジで。あんなことできるんだね。すげえわ。はい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回ブルーフロックというサブマシンが使っていったんですが、ハイレベルでしたね。というわけで次回もお楽しみに。お疲れ様です。